ボシャボシャ。プラス、今日ですね、楓持ってきました。こちら。KED の4番。KED の4番でございます。じゃじゃんと。ちょっと見づらいんですけど、ちょっとだけボディ出しましょうか。少しね、正面だけ、ちょいちょいと、上がり入れて、ボディが見えるようにして、こんな感じ。邪魔だね、これ。こいつが、やった。見えないね。もうちょっと。ほい。こんな感じでどうでしょう。こんな感じのね、相関樹形の楓さん。取り獣です。まだ粘りをね、今作ってるところで、ちょっと手前に強い根っこが走ってるんで、いまいちだな、植え替えたいな、来年かなって思ってる段階の楓さん。今日こいつ全剥がりやっていこうかなと思います。見た目小さいんですけどね、これ10センチ以下で作ってるんですけど、こうやって見るとめっちゃでかく見えません？すごいですよね。葉っぱの量、枝の量。すごいことになってるんで、全剥がりして、さらに小枝を増やしていこうかなと思っております。こいつはね、二重鉢で管理してって、一個抜くと根っここんな感じになってます。はい。下に土入れてないのに、根っこ、二重鉢で。ガンガン下に回ってるっていう感じ。裏から見るとこう。結構すごい、すごいというか、面白いことになってる、楓さん。こいつをね、しっかりと全剥がりしていきましょうっていうのが今日の課題でございます。やった。全剥がりして、小枝増やして、まあ現状を確認しつつ、伸びてる枝、この木は回しすぎとかしないんで、この徒長してる枝は片っ端から落とすでいいかな。落とすで良さそうですね。しっかりと。ちょっと長めに残して、最後に確認しながら切り戻しましょうか。もしかしたら、この、静止して、伏せて、こう枝として使いたいっていうこともあり得るんで、一応長めに残しつつ、全剥がりやっていきましょう。こんな感じでね、サクサクとやっていきます。ハサミと、刃付きのピンセット、どっちがやりやすいのかっていう話もあるんですけど、ある程度成長して固まった葉っぱは、若干刃付きのピンセットだとね、切れないパターンがあるんですよ。これとか。グッてやっても切れない。もう硬くなりすぎてるやつ。細かいところはピンセットの方がやりやすいんだけど、成長しすぎて切れないっていうパターンがたまにあるんで、ハサミ、大雑把にハサミで切った方が楽。だったりします。全部をね、刃付きのピンセットでやるってなるとちょっときついかもしれない。まあ、手でむしるっていうパターンもね、なしじゃないと思うんですよ。数が、持ってる数が多い方とかね、明らかにこの枝数が多すぎるというか、もう適当にむしっても全然大丈夫なような木だったら、こう手でね、むしむしとやっちゃってもいいと思います。これの場合はね、芽が飛んだり、こう、枝引っ張っちゃうんで、針金で、なんていうか、手繰り寄せてるような枝だったら伸びちゃったりとか、ちょっと負担かかっちゃうんで、まあ、なんていうんだろう。神経質な方はね、ハサミとかピンセットで一枚一枚買った方がいいと思うんですけど、何よりもスピード重視だっていう方は、こうやって手で、蒸しちゃってもいいと思います。全然取れるんでね、これでも取れなくはないんで、はい。で、残ったちっちゃいのをこうピンセットでこうちまちまと取っていく、そういうのも全然ありだと思います。手で蒸しるのがダメっていうことは全くないです。
まあ、ただ枝折れたりしても自己負担、自己負担じゃなくて自己責任かなんで、そこはね理解した上でやってくださいねっていうところですかね。はい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 、これで半分くらいいったかな。半分もいってないか、3分の1ぐらいはいったか。はい、こんな感じ。こっち側だけ前剥がりかけときました。うんうんうん、昨日一昨日に比べるとだいぶ鳴かず少ないんで少し楽かなという気はするんですけど、まあ残り半分ちょいしっかりと全剥がりやっていきたいなと思います。はい、完了しました。こんな感じでいっぱい取れました。いやーすごい量、すごいね。こんだけ葉っぱが、春にはなかった葉っぱですからね、このように、このようになかった葉っぱがこんだけ出てきて落とされました。はい、で出来上がった姿がこちらでございます。じゃじゃーんと、素晴らしい。徒長してる枝、そこまで、なんか全部が全部徒長するっていうわけではないんですね。徒長してる枝、してない枝がありますよと。で、この木は、もうそこまで太らせるつもりもないんで、まあ、徒長枝も全部切り戻して大丈夫だと思います。で、足りないところ、枝が足りないところとかも、そこまでなんか、ここないんだよね、みたいなところがないんで、まあ普通に切り戻していいかなーっていう気はしています。輪郭として若干上から見た時にここがちょっと足りてないのかな、この辺か。まあいいか、とりあえず普通に切り戻していこうかなと思います。こう、だからこういう枝をね、例えばこっちに倒して針金で静止して、こっちにもう少し葉張り、枝張りを作りたいとかあるんだったら針金かけようかなと思ったんですけど、別にこんななくてもいいかなって気がするんで、落とします、とか言っちゃった。落とします。とりあえず第一関節まではもう何も見ずに落としちゃって、その後輪郭とか見ながら落としていきましょうか。あとはこいつか。はい。これもね。で、こういうとこは長いんで落とす。落とすでしょう。よっ。いいよ、こんな感じか。ざっくり切りました。じゃああと細かい手入れしていきます。はい、剪定完了しました。こんな感じですと。はい、上から見るとこうぐるっと一周回しましょうか。こんな感じで、ぐるーっと裏から見てもかっこいいですね。これに粘りがついてくればね最高だと思うんで、まあ粘り作りですね、減っていきましょうといったところで、で上は大きくならないように制御して抑止し続けて、粘りができるのを回っていくっていう段階かなと思います。ほい、こうやって見るとね、あれですね、新しく生えてきた枝で使えるものってほぼほぼないですね。そこまで本当に数本レベルでしかない。ほとんど切り戻しちゃってますね、元の状態まで。これくらいが理想形だから、
もしかしたらこの一回大きくして1年過ごして、で翌年始まる前とかにもう一回切り戻すとか、なんかそういうレベルでやっていかないと難しいかなという気がしてきました。今回はこのほぼほぼ漢字姿の時の状態まで切り戻すみたいなことになっちゃってるんで、ちょっとこれ続けていくのはきついかなという気はしています。その何て言うんだろう、枝太ったりとかね、そういうのもあると思うんで、もうちょっとなんだろうな、正しい育て方っていうのは分かんないですけど、このもうちょっと1段2段とサイズを大きくして、でどっかのタイミング、2年後とかに切り戻す、大きくして切り戻す、大きくして切り戻すみたいな育て方がもしかしたらいいのかなという気もしてきました。今回はね、伸びた分切り戻すっていう形になってるんで、これ繰り返すとちょっとなんか変なことになりそうだな、変なことというかなんかリカバリーしきれないことになりそうだなっていう気もしてるんで、この手入れを続けることが正しいのかどうかというのがね、正直わかんないですね。もうちょっと何年かこの姿を持ち込んでみないと何とも言えない、まだ経験不足なところかなと思います。もしかしたら大きくして切り戻す、大きくしてその時の最善の枝を選んで切り戻すみたいな感じの方がいいのかもしれません。どっちがいいのか分かんないですけどね、一旦この手入れをやってみてどう成長していくのかというのを観察していきましょう。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。